はい、どうもこんにちは。コメンです。トロロちゃんです。あ、トロロちゃんです。今回はですね、トロロちゃんとメドレーをしていきたいと思います。トロロちゃんの実際に実力をね、見ていきたいなと思いますので、メドレー対決をね、していきたいと思うんですけど、新規ってね、今回、今まで多分カードとか使ってたと思うんですけど、ちょっと新しいカードをね、入手したので、新しいカードで、実際にトロロちゃんの今の現時点の、レーティングをね、ちょっと出していきたいなと思います。はい。一応ね、オートハンデで今回はメドレーさせていただきたいなと思うんですけど、最初ね、まだレーティング出てないから、オートハンデ多分設定できないと思うんですけど、ダーツライブ3だと、自分でレーティング変えられるので、前回ね、6って言ってたと思うので、トロロちゃんは6の設定で、今からオートハンデメドレーをですね、していきたいなと思います。お願いします。お願いします。じゃあ、マッチしてきます。309ってチョイスで、ボンボンアドでいきます。はい。ゲームオン。
8.6 ですけど。お願いします。1試合、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 1試合
めっちゃニコニコしてる。レーティングの方出たと思うので、このカードねトロロちゃんに登録してもらってちょっと実際の今のレーティングね見ていきたいなと思います。はい、というわけでメドレーお疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとだいぶ打たれたんですけどちょっとじゃあ現在のねレーティングの方一応10試合が終わったみたいな感じで出たみたいなのでトロロちゃんの10試合やった結果を発表します。じゃじゃん。あ、見えた見えた。01スタッツが80の何クリケは 2.86 9.8 ぐらいでございます。6のハンデ上げてたらそれは勝てないよね、なんかね。ちょっと待って、どうですか嬉しい、ちょっと嬉しいよな、それはな。人生初の最高だもんね、もはやね。でも打ちすぎじゃないですか、ちょっと。ちょっと頑張りすぎた。いやだってさ、クリケットさ19ベット見ました。まあここからね、練習を積み重ねてって本当に安定したねエイフラになれるように、ちょっとこの試合を見たらね無様でねこんなやつに教えてもらってとかもう割れるかもしれないんですけど、僕もね、しっかりサポートできるようにしていきたいなと思います。最後にですねトロロちゃんに意気込みをね言っていただいてこの動画を締めたいなと思います。はい、これから頑張っていきますので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、トロロちゃんにね頑張ってほしいなって思ってくださった方はグッドボタンとぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとは概要欄の方にねトロロちゃんのツイッターとツイキャス、の URL が貼っておくので皆さんぜひぜひ見ていただければなと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。この辺でした。トロロちゃんでした。バイバイ。